鬼滅と呪術のかくれんぼ。みんなこんにちは、かまど炭治郎です。今日はこのお部屋に鬼滅の刃のキャラクターと呪術廻戦のキャラクターがかくれんぼをしてるみたい。一体誰がどこに隠れてるんだろう。みんなわかるかな。みんなも俺と一緒にかくれんぼでみんなを見つけよう。俺と一緒にみんなを見つけてくれるよっていう人はグッドボタンを押してね。わあ、みんなグッドをたくさんありがとう。よーし、全員見つけちゃうぞ。まず怪しいのは真ん中のフラワーショップと書かれているこの後ろに誰かいるよね。このマント見覚えがあるような。一体誰だろう。みんなはこれが誰だかわかる？もしわかったよっていう人はコメント欄にこのマントを着た人の名前を書いてみてね。ああ、なるほどなるほど、わかったぞ。まず一番初めに煉獄さん見つけた。よもやよもや、こんなにすぐ見つかってしまうとは。みんなかくれんぼが得意なんだな。うむ、素晴らしい。その他には誰かいるかな。あ、隣の冷蔵庫、誰かの頭が見えてるよ。これは一体誰かな。この頭はもしかして呪術廻戦の虎杖悠仁くん。見つけた。ちぇ、こんなに早く見つかるなんて。炭治郎もみんなもかくれんぼすごく得意なんだな。びっくりしたよ。二人見つけたよ。他はどこかに隠れてないかな。あ、階段の後ろに誰か隠れてる。もう顔が見えちゃってるね。これは犬巻先輩見つけた。鮭、高菜、明太子。あとは誰が隠れてるんだろう。あれ？お洋服の後ろに誰かいるみたい。これは一体誰かな？この服は鬼殺隊の服っぽいけど、呪術高専の服かもな。女の子っぽい。ということは、後ろに隠れてるのは、釘崎野原さんだ。釘崎野原さん、見つけた。あら、意外と早く見つかっちゃったわね。みんなかくれんぼ得意なのね。大好きなお洋服の後ろに隠れていたのに、こんなに早く見つかっちゃうなんてびっくりよ。さあ、他のみんなも探してみて。他のみんなはどこにいるのかな。あ、隣のお洋服の後ろに見覚えのある姿が。これは誰かみんなもうわかったよね。よーし、呼んでみるよ。せーの、ねずこ見つけた。むー、むー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 。残りは二人みたい。この中で二人隠れてるらしいけど、どこに隠れてるのかみんなわかるかな。あ、滑り台の後ろに黄色い頭が見える。これは一体誰だろう。呪術のキャラかな、鬼滅のキャラかな。でもこの頭俺見たことある気がするんだよな。ということはこの黄色い頭は善逸。見つけた。わあ、見つかっちゃった。絶対見つからないと思ったのにな。もしかして俺一番最後？かくれんぼ上手だった？え？あれ？もう一人いるの？五条先生？五条先生が隠れてるんだね。さすが呪術師最強。残るは五条先生。五条先生はどこに隠れてるんだろう。みんなわかるかな？怪しいのはここだよね。あれ？隙間からなんか黒いものが見えてる。きっとここに五条先生が隠れてるはず。五条先生、見つけた。あれ？見つかっちゃった。領域展開しようと思ったけど間に合わなかった。みんな、かくれんぼで探すの上手だね。鬼滅と呪術のかくれんぼ、楽しんでもらえたかな？楽しんでもらえたら嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。
動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。